はい、どうもこんにちは、AMS ジャパンです。今日もよろしくお願いいたします。さあ、今日からですね、また新企画やってみようかなと思ってまして、とりあえずですね、今の計画ではまずね、4本動画をね作ってみようと思ってます。でこのうちの3本ですね、今日から3日間連続でね、ちょっと動画作って配信していこうと思っております。よろしくお願いいたします。さあ、行くぞ。で、企画のやっていくテーマなんですけど、宝くじですね。おう、2019年年末もね、結構ニュースになってましたね。あのジャンボ宝くじとかのね、売り上げがこう激減してるんですよね、今ね。もう当たらないから買わないみたいな感じで、すごいね、時代の変化をね感じてるんですけども、で今日はですね、新企画のね第1発目でね、最高の開運日についてお話していこうと思います。まずですね、この動画のアップロードの日付が2020年の1月の20日です。僕も、ね、恥ずかしながらですね、この最高の開運日っていうのをですね、42歳、もうほんとつい最近知ったんですよ。それまでずっとね、40年間ぐらいスルーしてましたね。知らなかったです。で知ったのもですね、まあ、とあるですね、有名なこうテレビ番組で知ったんですよ。まあ、その番組をねとか、この情報をね、当然知らない方、スルーされてる方もね、いっぱいいらっしゃるんじゃないかと思ってね、一応 YouTube 撮っていこうと思っております。でまあ、よくあるやつですね、こう日本のですね、カレンダーにあるやつ、大安とか友引とか仏滅とかあるじゃないですか。あの類のやつなんですけども、一粒万倍日と天赦日っていうですね、こう最高のね吉日が重なる日が2020年にね2回だけ来ると。それがこちらです。1月の22日水曜日と6月の20日土曜日と。一粒万倍っていうのは、一粒のもみが万倍にも実る、稲穂になるっていう意味であるそうなんですけど、こういうことしたらいいよってことがあったり、逆にね、こういうことはあんましない方がいいんじゃないかって言われてるね、吉となったり凶となったりする行動があるそうです。でもう一つの天赦日っていうのが、日本の暦の上で最上の吉日とされてるそうなんですよね。新しいことを始めたり、躊躇してたことに挑戦するにはもってこいの日とね、なってるそうです。実際にね、宝くじ売り場の前通ってもね、本日は一粒万倍日とかね、なんかのぼりの旗が立ってたりするんですよ。やっぱね、すごい押してますよね。でこの2つのね、吉日が重なる最高の開運日、この日に宝くじ買うのもね、おすすめですみたいなことを書いてるサイトとかもね、僕はね見ましたね。で僕あの、こんなね情報発信しといてあれなんですけど、別にこう占いとかね、極力こう信じないようにしてるんですよ。あんまり興味がないっていうか、大安とか仏滅とかも本当にね、全く無関心なんですよ。ただ僕これ最初の方にも言いましたけど、最近知ったんですよ。年末に知ったので、最高の開運日、今回のですね1月22日に関してはちょっとね、騙されたと思ってね、買いに行ってみようかなと思ってるんですよね。はい、次回予告だけね、やらせてください。このシリーズですね、4本動画撮るんですけど、まずはね、今日からですね、3日連続で出していきます。で今日1本目が終わりました。明日の予告なんですけども、僕ですね、10年間ずっとね、ロト買ってました。ミニロトとロト6で、当たった時ってね、当選金額と、明細をね、もらえるんですけど、この明細僕ね、全部ね、取ってたんですよね。ただ見返してないんで、計算できてないんで、よく分かってないんですよ。だいたいどれぐらい使ってて、どのぐらいね、あの当選金があったのか分かってないんで、そこをね、こうね、電卓でね、手計算してね、まとめてみようかなと思ってます。はい、ということでね、よかったら明日の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、それでは本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。いました。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネルよろしく。